せーの、ハヌケピーズです。なんてハヌケピーズ、何年後の自分らの話してるの？おばあちゃんおじいちゃんになったらな、いっぱいポロポロハヌケで持ってる。それとね、うちでやめてる。今日はですね、チーズフォンデュをやっていきたいと。イエーイ。そう、今日は豪華なね、こちらのパン、ポテチ、フランスパン、ブロッコリー、ソーセージ、フライドポテト、ジャーキー、トマト、生ハムというね、ラインナップになっております。はい、私トメイトなんだけど。トメイト、ブロッコリー。それではお手を合わせて、突然やけど、いただきませんよ。そうよね。ヘイヘイと言うから、ありがとう。ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう、いただきます。私はでもブロッコリーっていうのをね、あのこちらから行かせてもろて、じゃあ私はトマト行かせてもろて、つけさせてもろて。うわ、うわ、めっちゃ美味しそう。だだーん。え、うわ、うまそうやな。そう、いただきます。いただきます。うわ、うわ、めちゃめちゃ美味しい。やばない？初めて？全然ん初めて、もしかして。うん、初めて。かわいそう。すっごい、あんたやば。ポテト、ウインナー、フォンデュじゃないと意味ないわこれ。めっちゃ美味しい。味こそめっちゃ生ハム、チーズが勝つからしょっぱさが消える。美味しい。ジジ、トマト気になってたから。トマトめっちゃ美味しいよ。え、トマトバリうまい。いや、ブロッコリーうまい。ブロッコリーバカ食べんといて。バリうまい、ブロッコリーバカうめえ。これやっぱおばあちゃんだよ。そんなん言い出したらあんたらが毎日赤ちゃんやで。かわいい。ああ、なんだよこのチーズが美味しいの。どうやねこのチーズ。あんな田中がにコンビニでもチーズフォンデュ専用のチーズ売ってるからって言って、それを買ってきてもらって、うん、なら、めちゃくちゃこっち美味しい。ほんまに美味しい。うわ、ポテチも美味しそうやな。ポテチ、うわ、ポテチの、あ、すげえ、熱くない。夏感染。あ、こっちです。大丈夫。こちらカルパス行かせていただきます。じゃあジンジン、こちらフランスパン。まあでもカルパスにチーズつけたら、みんなも想像してる味やろうな。うん、普通でも失礼やけど、一番あんま美味しくないかも。なんな、うん、逆にイメージがわかる。もうさっきあんたインスタに載せとったさ、うん、あの昔流行った曲をさ、曲は全然わからへんかった。なんでな、誰やった、誰乗せとった、あれ。ミンミと、あ、ミンミは分かんねん。ジャモーサ、クリスタルケイさんかと思った。じゃない、ジャモーサさん。ごめんなさい。あ、ジャモージさん。ジャモーサ、いや、なんでジャモージさんに聞こえたもんだって。ちょっと、でもジャモージさんこんな感じじゃない。もじゃもじゃ、お前ジャモージさん違うから。もじゃもじゃ、ジンジンが懐かしいっていうやつはもう全員が誰もが知ってるけど、懐かしいってなるやつやで。けど私の懐かしいは多分地域密着型ってさっき言っとったんやけど、地域によんのよ多分。私が弾いた歌を知ってる人たちはジャパレゲみたいな感じなの。だからなんかジュリエットとかもめっちゃ懐かしいねんけど、なんかそこじゃないねんって。みんな、ほらほら、でしょ。でもジュリエットにのも多分みんな、うわぁ、北海道やったらなんかこう誰か、ジェラスペラペラみたいな歌が、でもしかしたらね。でもなんか最近のさ、新しい歌って全部おしゃれやん。せやねん。私もなんたらこんちゃらでみたいな、カモン、そう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 、こういうレベル。あー、ヘイカモン、ソーレッツゴー、ふー、わかる。 DJ 香りとか、リージェン、キャオリー、ディ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 ジェン、キャオリーって言われる。そっちじゃない。平成時代のあの、ちょっとダサさが安心する。え、わかる。ほんま。メイクに関してはわからへんけどさ、100円ショップでこう揃えてた。あ、100均もいっちゃ揃えてたな。けど、あとはあの、ダイヤモンドラッシュ。つけまダイヤモンドラッシュやったっけ。うん。なんで俺が知ってんねん。命やったね。だからもう、つけまつげな。ダイヤモンドラッシュっていうやつ。でも、逆にうちらって、まあ、メイクもそうやけど、うちらは多分文房具を、めっちゃ可愛くしなかった。文房具、文房具、筆箱、鉛筆、メモ帳、プロフィール帳。あ、プロフィール、うわ、プロフィール帳懐かしい。なんか書いて、今好きな人はいる、いない、秘密だよって書くで、みんな基本。100万円もしもらえるとしたら何に使う。何に使う。そうそう、あ、田中さん、ハニーブロッコリー挟まんのまず。嘘やん。あんた、そこに確認しなさんのやん。あ、ほんまや。オリンピアの人よ。オリンピア懐かしい。ピーチクラブはピクラ。でもオリンピアよりピーチクラブやったよな。うん、まあ、オリンピア。これ分かる人しか分かれへんから、何それクラブの名前と思ってたの。な、渋谷のオリンピア行こうや。あと何やろ、懐かしいもの。
さ、ヤーマンって流行らんかったの。もうこれなんで。あー、ヤーマンもう言うて言うて、なんかバリレゲエに染まった変な人らがみんなこうやって手をこうやってヤーマンってやってた。気まずいです。でもほんまにやってたもん。写真撮るときどういうポーズで撮ってた？ここで。マジなの？これ。あとはなんか。なんか本当に結構って言ったけど結構。すみませんすみません。うん大丈夫。けばり懐かしいな。え、ジャパレンとか行ってなかった？ジャパレン、カラオケ。え、ない。じゃあそこが違うんだ。もう今懐かしいものをとことんとことん出そうっていう回。なんやろ、うんとね、え、カラオケって言ったらどこ？うん、まあでもそれに関してはもう地元にあるかないかやから。私ビッコーずっと。ビッグエコ、え、ビッグエコ高くない？分からへん、ビッコー。え、高いで、ビッコー、ビッグエコ、ね、高い高い。え、でもさ、ラスタとかジャマイカとか流行らんかった？ジャマイカはわかるよ。待って待って、もうジャマイカはほんまにやめて。ピースマークとかも流行らん。待って、ほんまに待って、ピース…違うよ。赤き緑やろ。赤き緑はラスタ。違うよ、ラスタだのライオンのやつやろ。デイジーラバーズ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 。うわ、懐かしい。言われな分からんてか調べな分からん。デイジーラバーズとか待って、もうこれもうサブちゃんやってくれ。ほんまだってもあ結構食べたね。しっかり結構食べたけど、しっかり食べてということで、シーズンエンジェルという名の、はい、昔の昔の。でもこれ何の動画？無理、何の動画。じゃあね、またピースマーク、ピースマーク、ピースマーク流行る時も待ってます私は。バイバイ。また流行って早く。じゃあね。